カーメン・M・ラインハートは、ハーバード大学、ケネディスクールの国際金融システム論の-A、ゾンバナキス教授。以前は、ピーターソン国際経済研究所、デニス・ウェザーストーンシニアフェローであり、また、メリーランド大学の経済学教授及び国際経済学センターのディレクターを務めた。ラインハートは全米経済研究所の研究員であり、経済政策研究センターのリサーチフェローであり、また幕数の創立協力者である。また、アメリカの外交問題評議会のメンバーでもあり、また、アメリカ経済学会、ラテンアメリカカリブ経済学会、キューバ経済研究学会のメンバーである。また、ラインハートは、ケネス・ロゴフと多くの共同研究を発表している。ラインハートは、自身が共同執筆者を務めた論文に、数値的誤りが発見された時に、大きな注目を集めた。ラインハートは、キューバのハバナに生まれ、1966年1月6日に、母と父と3つのスーツケースと共に渡米した。彼らは、カリフォルニア州のパサデナに居住し、しばらくそこで過ごした。その後、南フロリダへと移り住み、そこで、ラインハートは育った。家族がマイアミに引っ越した時には、ラインハートは2年生大学である、マイアミデード大学で学び、後に、フロリダ国際大学へ転入、そして、ここで1975年に、経済学学士を最優等で取得した。その後、MIT の卒業生であり、フロリダ国際大学で教えていたピーター・モンテールの勧めで、ラインハートは1978年にコロンビア大学の大学院へと進学した。ラインハートは実地調査を終えた後に、ベア・スターンズにエコノミストとして雇われ、3年後には投資銀行のチーフエコノミストとなった。1988年には彼女はコロンビア大学に戻り、ロバート・マンデルを指導教授として博士号を取得した。1990年代には彼女は IMF にいくつかの職を持ったが、2001年から2003年にかけては IMF の研究機関の副理事として働いている。2012年からハーバード大学ケネディスクールの国際金融システム論において-Aゾンバナキス教授となっている。彼女は様々な学術雑誌の編集委員を務めたが、中でもアメリカンエコノミックレビュー、ジャーナルオブインターナショナルエコノミックス、インターナショナルジャーナルオブセントラルバンキングの編集委員会のメンバーであったことは特筆に値する。2011年及び2012年において、彼女はブルームバーグマーケッツの世界で最も影響力のある50人の一人に選ばれた。2021年クラリベートアナリティクス引用栄誉賞受賞。ラインハートはマクロ経済学と国際金融論の様々なトピックについて多くの研究を発表している。それらの研究とは次のようなトピックのものである。すなわち国際的な資本フロー、資本規制、インフレとコモディティ価格、銀行活動とソブリン債務危機、通貨危機、及び危機の伝染である。彼女の研究は、アメリカンエコノミックレビューや、ジャーナルオブポリティカルエコノミーや、クォータリージャーナルオブエコノミックス、そして、ジャーナルオブエコノミックパースペクティブズなどの著名な学術雑誌に掲載された。彼女の研究は、ザ・エコノミスト、ニュースウィーク、ワシントンポスト、ウォールストリートジャーナルなどの金融系の報道誌に特集された。彼女のケネス・ロゴフとの共著である、This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly は循環する景気の不要と崩壊の類似性を研究したものであり、金融史に関するものである。2010年にラインハート及びロゴフがアメリカンエコノミック・レビュー・ペーパーズ&プロシーディングス上で発表した論文グロース・イン・A Time of Debtにおいて、トーマス・ハーンドンなどの研究者が2013年に方法論的誤り、計算上の誤りを発見したことによって、ラインハートとロゴフは大きな注目を浴びた。この研究は GDP 比 90% 以上の債務は経済成長に有害であるということを述べた論文であったが、誤り訂正後の研究によれば、実際には債務は経済成長にそれほど影響しておらず、彼らの論文が主張した債務が GDP 比 90% を超えることで、債務と経済成長の間の負の相関関係が大きくなるという事実は見出されなかった。また、これとは別に、この誤りが発見される以前から、債務と経済成長の間の負の相関関係には因果関係がないのではないかという批判があった。ラインハートとロゴフは間違いを認めたが、彼らの論文の中心的結論は正しいものであると主張した。問題の論文であるグロース・イン・A Time of Debtを広く引用するトーマス・ハーンドン、アッシュ、およびロバート・ポリーによるレビューはコーディングのエラー、利用可能なデータの選択的除外、非伝統的重み付き計算は戦後の20の先進国経済における公債と GDP 成長率の間違った関係性を導く深刻な誤りへとつながるとした。ラインハートの夫であるヴィンセント・ラインハートとは1970年代後半のコロンビア大学の同級生であった。彼らには一人の息子がいる。ありがとうございます。